カーパトロール。タイソン、今日は暑いね。こんな日は喉が渇くよね。タイソンのところにはいつもガソリンがたくさんあるから助かるね。あれ？あの音は何？あら、ガソリンポンプが止まっちゃった？ポンプは動いてる？アンバー？スージーのはどう？いいアイディアだね、タイソン。カーパトロールを呼ぼう。きっと助けてくれるよ。みんな？外はとっても暑いんだけど、タイソンのガソリンスタンドのポンプが止まっちゃったんだ。助けてくれる？よかった。さあ行こう。急いでね。みんな心配しないでね。カーパドロールが来てくれたから、もう大丈夫。そう、どうしたんだと思う？カーパトロール。いいアイデアだね。燃料タンクが壊れちゃったのかもしれないね。調べてみよう。あー、ガソリンがポンプじゃなくて地面にこぼれちゃってる。マット、どうしてだと思う？ひびが入ってる。そうだね、マット。熱くてパイプが割れちゃったのかもしれないね。どうやって直そうか。いい案だね、ヘクター。新しいパイプを持ってきてくれる？ヘクターが新しいパイプを取りに行ってる間に燃料を止めておこうか、フランク。よし、汚れも掃除してくれるかな。さすがだね。綺麗になったよ、フランク。見て、ヘクターが新しいパイプを持ってきてくれたよ。さあ修理しよう。上手だよ、ヘクター。マット、新しいパイプをつけてくれる？完璧だね。よし、フランク、燃料を開けてくれる？ポンプが直ったよ。よかった。カーパトロール、助けてくれてありがとう。みんなバイバイ。
またね。カーパトロール。あれ、ピックルの様子がおかしいね。ヘクター、何か気がついた？ピックルが道に迷ったみたい。道に迷ったの？ヘクターが心配してるよ。建設チームに資材を届けに行くのに迷子になっちゃったの？道路標識が間違った方向を指してるって？ピックル、ヘクターと一緒に本部に行ってくれる？マットとフランクに知らせないと。マット、フランク、助けてくれる？ヘクターがカーシティで迷子になってるピックルを見つけたんだ。道路標識がおかしいみたい。二人が操作している間にヘクターがピックルを建設現場に案内するって。マット、何に気づいたの？ピックルの言う通りだね。誰かが道路標識を回したみたい。病院の看板も間違った方向だよ。フランクに話して一緒に誰が看板を回してるか探し当てないと。フランクが怪しい車を見たって。
体育のタイラーだよ。ちょうど本部の標識を回してる。カーパトロールがタイラーを現行犯で捕まえるって。タイラー、そこまでだよ。道路標識にいたずらするのをやめなさい。タイラー、そう簡単には逃げられないよ。さすがカーパトロールだね。お疲れ様。タイラー、降参しなさい。本部内の標識をしばらく見てることになりそうだね。カーパトロール。アンバーが急いでる。緊急事態みたいだよ。ジェリーとスージーが事故に遭ったの？それでこの渋滞なんだね。二人とも大丈夫かな？タイミングが悪いね。アンバーのライトとサイレンが壊れちゃったみたい。大変なことになったね。サイレンが聞こえないと車は避けてくれないもんね。ちょっと待って、あの音は？大きなサイレンの音だよ。マットとフランクだ。カーパトロールのチームだよ。アンバーがジェリーとスージーのところに行きたいんだけど、サイレンとライトが壊れてて、この渋滞を抜けられないんだ。アンバー、マットとフランクも事故現場に行くところだって。かわいそうに、ゼリーとスージーは腰が抜けちゃってるみたい。よかった、マットとフランクがアンバーを連れてきてくれたよ。アンバー、怪我人はいそう？レッカー車のトムが必要みたいだね。アンバー、とりあえずランプに絆創膏を貼ってあげられるかな。さあ、二人をトムのガレージに連れて行こう。こんにちは、トム。ジェリーとスージーがぶつかって怪我しちゃったんだ。それに
アンバーのライトとサイレンも壊れちゃってて、でもアンバーは急いでるから先に修理してくれる？ジェリーとスージーはちょっと待ってね。トムがすぐに修理してくれるよ。見て、アンバーの修理はもうできたみたい。次のレスキューに向かえるね。バイバイアンバー。助けてくれて今日もありがとう。二人がいなかったらカースティは大変だよ。プレイビー、あれどうしたの？ん？あー、ガソリンがこぼれちゃってる。どこかにぶつけた？そうか、心配しないでね、プレイビー。レッカー車のトムがすぐに直してくれるよ。トム？トム？聞こえる？トム？トム？あー、よかった。やっと聞こえた。今日は忙しくなりそうだよ。フラットベッドトラックのフレイビーが困ってるんだ。さあ行こう。トム、こっちだよ。フレイビー、トムが助けに来てくれたよ。フレイビーをガレージに連れて行こうね。重たそうだね、トム。ガソリンが全部なくなっちゃう前にフレイビーを直さないとね。頑張って、トム。その調子だよ。ガレージに着いたよ。トム、体がなまってるみたいだね。よーし。トム、どう思う？そうだね。フレイビーの燃料タンクを直さないといけないね。うん、そこだね、トム。直さなきゃいけない穴はそこだよ。そこからガソリンが漏れてたんだね。さあ、どうしようか、トム。そうだね。ハンダ付けするのは素晴らしいアイデアだね。気をつけてね、フレイビー。ちょっと暑いかもしれないよ。上手だね、トム。フレイビー、もうバッチリだよ。トレーラーが古くてボロボロみたいだ。どう思う、トム？そうだね。交換しよう。フレイビー、トレーラーが新しくなるよ。嬉しい？わ、いいのを見つけたね。でも、古いトレーラーより長そうだよ。
トム、長すぎるところをどうしようか。そうか、新しいタイヤをつけるんだね。素晴らしいアイデアだね、トム。よし、できた。もういろんなものを運ぶ準備がバッチリだね。修理完了みたいだね。レイビー、調子はどう？よし。あ、ちょっと待って。見逃すところだった。うん、そうだね。フレイビーに新しいヘッドライトをつけてあげようね。それが合うかな、トム。あ、そうだね。そっちのはどう？よし。フレイビーにぴったりのが見つかったよ。フレイビー、ライトをつけてみてくれる？ちゃんとつくかな？素晴らしい出来だよ、トム。フレイビー、またね。バイバイ。またね、トム。バイバイ。スーパートラック。大変だ。トムのガレージが大丈夫だといいけれど、タイラーが中に閉じ込められちゃってるよ。フランク、急いで。あ、ポンプが壊れちゃってる。どうしようか。そうだね、フランク。スーパートラックならタイラーを助けてくれるね。うわあ。見て、カール、花火だよ。さあ行こう。ガール、かっこいいよ。急いでトムのガレージに行こう。フランク、ここからはスーパートラックが助けてくれるよ。心配しないでね、タイラー。スーパートラックが救出してくれるよ。その調子だよ、スーパートラック。
あ、うん、スーパートラック、うん、炎が平らなところまで来てるよ、うん、どうしようか、うん、そうだね、スーパートラック、さすがだね。あ、屋根がまだ燃えてるよ。水が足りない？どうしようか。フォーム？それをどうするの？うわぁ、リフトがあるんだね。これで炎に消火ホースが届くね。うわー、すごいよ。消火完了。タイラ、無事で本当によかった。うん、そうだね。スーパートラックはもう帰っちゃうみたいだね。スーパートラック、今日も助けてくれてありがとう。バイバイ、タイラ。ブランクもね。みんなまたね。